一歩ずつ一歩ずつでいいかな。せーの、一歩ずつ一歩ずつで。できたらね、手を振ってほしいです。今日出演の皆さんも一緒に一歩ずつ一歩ずつでいいから。皆さんだけで一歩ずつ一歩ずつでいいから。今日までかくなった。でよく似てるって言われるよ。いや、この間2人で服屋さん行ったんですよ。そうそう、相方こんな大きかったっけ。めちゃめちゃイケメンの店員さんが相方こんな大きかったっけってことはあんまり覚えられてないってことだよね。龍馬がね。そう、それアルプスじゃなくて龍馬だ。いや、でもそれだけの眼力があったよね。俺どうしたらいいのこれ、うん、どうしたらいいの、どうしたらいいの。龍馬何やってくれるの。じゃあ、帰れ。バイバイ。続けます。せーの、一歩ずつ一歩ずつで。よかったら皆さん、会場にお集まりの皆様、よかったらお願いします。せーの、一歩ずつ一歩ずつでいいから。もう皆さんだけで、皆さんだけ。それでは最後の曲です。聴いてください。一歩ずつ。一歩ずつ一歩ずつでいいかな。ソフトバンク大竹耕太郎選手の登場曲、一歩ずつを最後にしたいと思います。そうなの、自由だったあの頃は何も考えず仲間たちとひたすら笑い合った。それから時は経ち、仕事に追われ日々積もる怒りやもどかしさを孤独の森闇の中で扉の鍵を開けてさす。
抱え込まないで、たまには弱さを見せてよ。ここから始まる毎日に新しい希望と勇気を乗せてさあ進め。ここから皆さんでお願いします。以上、リフライズレオと龍馬でした。ありがとうございました。ありがとうございました。